さあ早いものでもう師走でございます。はね、あっという間でございますよね。まあいわゆる忘年会シーズンなわけで、まあでも今年はちょっとねいつもと表情が違う感じはしますけれどもね、まあ特に今年はあんまりこう歌ってないなって感じがしませんか。本当にこの間のカラオケアプリ入れて自分一人で歌って、なんか恥ずかしいと思ってやめましたけど、楽しんでるんだろう、はい、ということで歌といえば四郎パパでございます。四郎さん今日は、はい、この歌の魅力、いや本当ありがたいですよね、うん、やっとなんか僕の使い方をなんか正しい使い方をしてくれるなっていう ね、トリセツを見させていただいて、あそこだったねっていうのに、そうでしょ、この間気づきました、はい、はい、そういうのじゃないですよ、こうやっぱ音楽をやってるというのを皆さんに知っていただきたいなということで、まあ、今日はねちょっとこう皆さんにいろいろとこう楽しい、はい、歌っていうのをね伝えていこうかなと思ってます、まあ、プロの、ね、ミュージシャンなんだけれども、やっぱりこうライブとかいろいろ今年は中止になったことも多くて、はい、歌いたいのに歌えないみたいなストレスはあったんじゃないですか、うん、いやこれはもう何も僕だけじゃなくて、やっぱりもうこれはもう全世界と言っても過言ではないですけれども、ね、やはり宮崎のアーティストとかもやっぱ僕らの仲間もたくさんいるんですけども、やっぱりその大事に本当に歌っていうのは皆さんに感動してもらいたいから、うん、僕らは気持ちを込めて歌うわけじゃないですか。でそれがなんかちょっとこうなんかね、ライブハウスのこう悪者みたいな感じになったりとかして、余計にちょっとそのなんかやっちゃいけないっていうハードルがすごく今回は上がって、で今まで当たり前にこうライブっていうのができていたことが、これ本当に僕らにとってはものすごくあの大事なことっていうのが、まあできなくなってしまったんだなっていうのをものすごく感じましたね今回ね。こう歌うこととかハモることとか、私は絶対健康にもいいんじゃないかと思ってるので、ぜひここはプロの四郎さんにいろいろ教えてもらおうと思いまして、今日はこの歌うことの魅力教えてもらいたいと思います。さあということでまず最初は、はい、じゃあまず歌は何がいいかということですよね、はい、まず大きい声を出すということ自体でもうストレスが発散できる、ね、であの大きい声を出すということはやはりこうお腹に力が入りますので、意外とこの外だけ喉とかだけじゃなくて体全体にもいいんですよ。内臓の方にもやっぱり力を入れたりするわけですから、うん、結構な運動量になるんですよね、うん、確かにカラオケで2時間も歌うとぐったりするね。そうでしょ、うん、でそういうまあ内臓にもいい、体のも全部、うん、中身もいいということですね。全てですね。であとやはりこの歌を覚える、うん、歌詞とか、はい、ね、なるほど、脳にもいい、あとは英語の歌とかっていうのも、うん、その英語の発音、そういうのもやっぱり耳で聞いてそのニュアンスっていうのがやっぱり伝わるのは歌が一番いいっていう。確かに、わかる、うん、だから全体的に本当に歌っていうのはいろんなものにいいとされているものなんですけれども、いいグッズがたくさんありますので、こちらをご紹介していきたいと思います、はい、さあまずは、パワーブリーズプラスということで、はい、こちらですね、そちらです。これ実は僕も普段から使ってるんですけれども、はい、これはですね呼吸の力をつけるっていう、言えばあのビーズの稲葉さんもこれを使ってるんです。あら、はい、それはもう行かなきゃ。でどうやってやるのかということなんですけども、はい、これを加えて、うん、で本当鼻をこう止めるんです、はい、閉じる、で吐きます思いっきり、で吸ってください。ね、テレビじゃ本当に伝わりにくいものですけれども、ね、あのだから鼻から入る空気は一切なくて、ええ、口から入れようとするんですけど、多分制限されてて、はい、ちょっとしか入ってこないから息苦しくなる、うん、だから余計に吸おうとする、うん、だから肺活量が鍛えられる、そうなんです。これ慣れてくるといきますよ、やってみますよ、はい、できるようになるんですよ。すごい、でこれをやることによって、まあ、歌うじゃないですか、はい、あの今までここは絶対息継ぎしないときつかったところがしなくても歌えるようになる。 すごい鍛われてる商品ですね、はい、えー、これはかなり僕効果はあると思いますので、なるほど、はい、であのこれカラーもいろいろありまして、あの強さの強弱があるので、まあ、それ自分に合わせて、購入されるといいかもしれません。これちょっとねやってみるといいかもしれない、はい、これぜひ皆さんおすすめでございますのでやってみてください、はい、さあ続いては、はい、続いてやっぱり大きい声出したいじゃないですか、はい、そしたらこれです、歌エットです。であのイヤホンみたいなのがあるんですけれども、ね、それを耳にかけて、はい、この口にそのラッパを当てるんですよ、うん、はい、はい、あ自分の声が聞こえる、すると全然音量が下がるんです。
このイヤホンをつけなくても別に、だから自分の好みの音楽を聴きながらそれでこう歌うことによってまた気持ちよく歌えるんですよ。歌いすぎてて、まみさんほとぼりしてますね。ストレス発散にはすごくなるというグッズでございますんで、まあ、ただこれはあの骨格発達途上の18歳未満の方は、はい、使用を控えてほしいということですね。そこはご注意いただきたいということなので、大人の皆さんこれでちょっと、はい、楽しんでみてください。これかなり楽しいもんだと思います。はい、素敵。はい。さあということで続いてはですね、私たちがチャレンジをするということで。そうなんです。はい、今回はやはり歌の中でハモリというのを聞いたことあると思うんですけれども、はい、そのハモリに皆さんに今回はちょっと挑戦していただきたいなと思います。じゃあまずは、ドレミファソラシドは皆さんわかりますね。はい、はいはい、ドー。じゃあ榎田さんドーと言っといてもらっていいですか。ドー。ドーですね。で次ミミミ、はいはい、ミドレミ、はい、これだけでハモリになる。あでも綺麗でした今すごく、はい、ドーミミ、はい、ドーミ、そう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 、でここにマミリがソーいきましょう、はい、ソーソーですね。じゃあレのドーミソー、はいはいはい、で今回はこのママテレのためのジングルをちょっと作ってきましたんで、あこれはちょっと有料じゃないですか、はい、これは本当に有料ですね。はい、有料なんです。取るんだ、はいはい、これはマジで有料です。じゃあ、じゃあいいです。ビジネスが。で、じゃあどんなあの曲なのかというのを、はい、あの作ってきたのをちょっと流してもらえますか。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。I hope make you happy, Mama Tere。素敵。素敵じゃない、めちゃめちゃ綺麗でした。いやもうこれをね本当に気持ちを込めて10分ぐらいで作ったんですけど、ちょっとおかしいおかしい、10分割とすぐできたんだ。でこれを3人の声で歌っていただいて、あわよくばこの番組のジングルとしてちゃんと使っていただけたらなと。じゃあ、主戦これ大事じゃないですか、ちょうど一番メインメインのメロディーライン、はい、はい、これを児玉さんに おめでとうございます。はい、主旋律結構大事じゃないですか。そうですね。なぜこの人の声で決まるんでしょ。どうしたんですか、歌を楽しもうという回なのに。しちゃいけない顔してるでしょ。本当に勢いでやってきたとこだから。そこは本当に。じゃあ下のパートを、はい、じゃあエルギアさんに、はい、もう私はもうあの低い方専門なんで。そうですよね、はい、と上を梅さんに、はい、じゃないんだよな。うん、返事が違う。返事が違う。返事が違う。じゃない。の返事はね。あなたに言ってんだから。そうなんだみたいなことじゃダメなんですよ。はい。じゃあ、ということで、はい、やっていきますか。はい、やりましょう、やりましょう。じゃあまずはもちろん、マミンの主旋律からいきましょうか。はい、じゃあ一回主旋律だけの音がありますんで聞いてください。はい、I hope make you。顔作ってる場合じゃないよ、はい、聞いてた、ね、ここじゃないんですか、顔じゃないよ、メロディーできますか、顔作ってる場合じゃないですよ、はい、そうですね。じゃあ僕ギター弾きますんでそれに合わせていきましょうね。はい、いきます。ワン、ツー、スリー。 I hope make you happy。 ママテレ、今日泊まりが決定いたしましたね。スタッフの皆さんにも大変申し訳ございませんが、おっと、1時間後にもう一回泊まりI hope make you happy, Mama Tere。 はい、はい、その音でいいんじゃない。 I hope make you happy, Mama Tere。 はいはい、怖いです顔が。非常に顔が怖いです。いやでもずっとシロさん見てたい。はい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 。 I hope, I hope、 そうそうそう、 make you happy、 そう、次下行きましょうか。はい、じゃあ下パートを聞いてください。
I hope make you happy, ママテレ。ちょっと難しいですね。いきましょう。One, two, three. I hope make you happy, ママテレ。OK。完璧。すごいすごい。よっしゃ。じゃあ次上のパートいきますんで、うん、梅さん。じゃあ聞いてくださいね。うん、はい。I hope make you happy, ママテレ。寒気がしています。寒気がしてますよ。僕の声が気持ち悪かったですか。何ですかそれは。なんでみんな歌って楽しいのコーナーだよこれ。全然つかめないんです。全然つかめない。うん、あそうですか。うん、あ I hope I hope make you happy, ママテレ。ママテレレ。先生見つけました。見つけました。あ、お友達がいたね。やった。お友達が来てくれたね。今ママテレレってなんですか。ここが正直わかんない。ママテレ。ママテレテレ。ママテレテレ。テレ歌詞は変えないで、歌詞は変えたらダメだよ。何言ってんだよ。ママテレレじゃないやろ。あなた出てる番組なんですか。ママテレ。ママテレだね。ママテレレじゃないよね。ママテレ。いや、ほんと私の声はどこ出せばいいんですか。梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん、いいんだよ、いいんだよ。自分に聞いてほしいけどな。そんなこと。みんな普通こうじゃないですか。はい。はあじゃないですか。うん。はあ。どこだっけ。なんで？なんで？これは楽しみですね。楽しみ楽しみ。耳を押さえていいですか。うん、どうぞ、はい。耳を押さえてて。いいですいいです。好きにしてください。ワン、ツー、スリー、フォー。I hope make you happy.じゃあ2人でやりましょうか。はいはい。ね。はい。3、2、3、4。I hope make you happy, ママテレ。ほら。来た来た来た。なんか、いい。あ、ちょっと待って。なんか、はい、すごくない？いいよいいよいいよ。私の成長すごくないですか？はいはい、顔の表情が変わってきてる。すごい。うん、楽しんできてる。やばい、ちょっと泣きそう。いいいい、楽しめるってこと。いい、楽しいんだよ、すごい。やっぱ何かを乗り越えた方が楽しくなるから。先生、うん、もう一回行こうか。一人で、あ、一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。いいですか。ワン、ツー、スリー。 I hope make you happy, ママテレ。仲良しだ。ずっと目合わせて同じ歌歌ってたらそれダメだ。 I hope、そうそう、そこね、そこね。I hope、 いくぞ。 One, two, three. I hope make you happy、 あれ？ママテレ。あ、でもね、みこちゃんだいぶ今成長したんだよ、うん、今すごく。じゃあ3人でやってみましょうかね、はい、よろしいですか。いきますよ。 One, two. I hope make you happy、ママテレ。今日はじゃあゴールは目指さないということで、あの楽しんでいただければっていうことですよね。あのみんななんか苦悩しだしたので、そうですよね、うん、だいぶハマっては来てるの で、 そうです、ね、ちょっと練習を重ねて、はい、まあ忘年会ぐらいで披露する感じで、うん、これでもやっぱあのハモリって、うん、そう難しいもんなんですよ。そうですね。でやっぱり主戦につられたりとかする人もやっぱ多いと思うんですけど、そのハモリの部分をずっと聞きながらずっと聞いてると、あ、どん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 こう分かってきて、そこはやっぱりずっと自分の体の中に入れないと難しいですね、初めの方はね。こうね、お子さんと一緒にハモったり練習をしたりとか、うん、はい、私もよく娘とハモったりするんですけど、おいいです、ね、そうするとやっぱ耳もねものすごく育ちますしね、うん、歌の楽しさ、それから歌うことの楽しさで、はい、ハモることの楽しさにこうどんどんいくとね。そうですね、うん、はい、はい、一回だけちょっとやってみます、はい、最後にね、最後に一回だけ、うん、それで終わりましょう。そうですね、はい、いいですか。ワン、ツー、スリー、フォー。 I hope make you happy、 ママテレ。
じゃない？いけたんじゃないですかね。今日はねこのハモリの楽しさ含めて歌の楽しさを志郎さんから教えていただきました。志郎パパありがとうございました。ありがとうございました。暑かったね。汗かいた。あ暑かった。